これでフルカウント。二塁ランナーの原、一塁ランナーの住谷、投球と同時にスタートを切ります。ここでフルカウントになって外野手が下がりましたね、赤星さんね。そうですよ ね今完全にかかと体重やったね。あ、そうですか。で今アウトコースストライクだったらストライクですね、うん、もうストライク見逃してるね。外野手も下がりました。さあ勝負です。打ってみようと、ライトの島が追っていく、追っていって、なんとなんと入ってしまいました。メッセンジャー呆然、片岡のスリーランホームランになりました。メッセンジャー藤井のバッテリー、最後に選んだのはストレート、133球目。今日は浜風強いんですが、赤星さん、あの方向は逆に伸びるんですよね。あの低い打球は特に飛ぶんですよね。そうなんですよね。試合開始当初よりは風が弱まったとはいえ、すり鉢状のこの甲子園球場、風が回ってライトのポール際は伸びます。片岡に今シーズンの第2号のホームランが生まれました。ここで先に点を失ったメッセンジャー和田監督、ピッチャーの交代を告げます。苦しみながらもランナーを背負いながらもここまでなんとかゼロに抑えてきました。前回のオリックス戦でもルーキーの川端に満塁ホームランを打たれたメッセンジャー、一発に泣いたメッセンジャーに代わって2番手福原がコールされました。